皆さんおはようございます。ペリオディスト小澤です。いやー、日曜の朝から凄まじい素晴らしい試合を見せていただきましたので、まだ興奮冷めやらぬ日曜の朝ですけれども、今回は先ほど終わりましたラリガサンタンデル第17節のデルビーバスコ、バスクダービーのレアルソシエダとアトレティッククラブの一戦についてお話ししたいと思います。結果は3対1ホームでラレアルが快勝しました。その中でも久保建英、もう大活躍爆発しましたね。まあバスクダービーでこれほど日本人が活躍してマンオブザマッチを取るまでのおそらく記録は後にも先にもないだろうなと思いますし、また新たにバスクダービーに名を刻んだ、歴史に名を刻んだということになったと思いますけれども、前半37分シルバが見事にベスガからのボールをスライディングタックルで奪い取ってのショートカウンター、そこでビビアン相手のセンターバックのね股をワンタッチで抜いての冷静に完璧なニア抜きのシュートで久々の3ヶ月ぶりの今季ラリーが3ゴール目ということで、あとは後半60分次の1点がねどうなるかなと思っていたタイミングで、もちろんアトレティックのニコ・ウィリアムスの軽率な致命的なバックパスのパスミスなんですけれども、そのボールが久保の前にこぼれてきて、独走状態でエリア内に入っていったと。その中で背後から相手センターバックジェライが久保をね倒すような形になってしまっての PK、 しかも背後からでしたので、解釈的には難しい状況でコンタクトだったかもしれませんけれども、久保も試合後説明はしてましたが、完全にね自分が優位で相手を置き去りにした状態でしたので、あえてあそこでファール PK をもらう必要はないのでシュートに行こうと思ったら倒されたということなので、ドグソで退場一発レッドというところは納得の判定かなと個人的には思っておりますけれども、久保が PK を誘発、しかも相手のね退場も誘発ということで、あそこは久保のドリブルの切れ味、コース取り、そういったインテリジェンスあるドリブル、もちろんキレ、スピードもこの試合は抜群だったんですけども、そういったね細かい駆け引きのところでも、やはりさすが久保というところを見せつけてくれましたので、その PK を63分に復帰して、4試合目となりますオヤルサバル、チームの象徴エースキャプテンが、しっかりと決めてということ、ラレアルにとってはこれ以上ない形での、追加ダメ押し点を、取りましたので、それ以降はアトレティックが1人少ないということもあってなかなかハイプレスを繰り出せない、しかもラレアルは、お得意の保持でしっかりとゆったりとボールを回しながら時間を使うことができるチームですので、危なげない勝利と、後半は言っていい内容だったと思います。後半76分にバレニチアと交代でベンチに下がりましたけれども、久保シルバはちょっと尋常じゃないスーパーな出来だったんじゃないでしょうか。今週はスペインスーペルコパがサウジアラビア開催であったということで、コパデルレイの試合がミッドウィークになかったので、丸々1週間ミッドウィークを準備に使えた、休養に使えたというところで、やっぱり週1で、ゲームをやらせて、しかもね、バスクダービーのような、本当に両チームの選手が、モチベーション高く入ってくるような試合を、週中に試合がない中で持ってこれると、これだけレベルとエンターテインメント性の高いゲームが見ることができるんだなと改めて思いましたので、FIFA や UEFA のお偉いさん方はちょっとね、この過密日程になっている、現状のサッカー界のカレンダーを見直してほしいなと、もっとエンターテインメント性の高い素晴らしい好ゲームが増えた方が結果的にね試合数が増えなくてもサッカー界にとってはいいんじゃないかなと個人的には思っておりますので、ぜひいろいろこの試合を見ながら考え直してほしいと思っておりますけれども、それプラス、このね、バスクダービーは両チームともにほぼ主力選手は生え抜きの、しかも地元出身の選手で構成されている、本当にバスク自治州というと、人口でいうと220万件内ぐらいの、人口ですし、しかもね、アトレティッククラブのビルバオ、それからラレアルのサンセバスチャンというビスカヤ県、それからギプスコア県の、生まれ育ちの選手が多いということで、もちろんラレアルに関しては現状久保がプレーしているように、外国籍の選手も入ってきておりますけれども、現状チームとしてはしっかりとトップチームですら、カンテラ、スビエタ出身のね、生え抜きの選手が6割を占め、外からの選手が4割という構成になってますし、アトレティッククラブに関しては今更説明する必要がないと思いますけれども、バスク自治州生まれ育ち、そこでね、ゆかりのある選手しかプレーできないということで、外国籍選手はもちろんのこと、普通のスペイン国籍の選手でもバスク自治州に縁もゆかりもなければプレーできないというような、そんなかなり制限をね、きつめの制限、これだけグローバル化して各クラブ多国籍になっている中で、そういうフィロソフィーを守り続けながら、伝統としてね、そのバスク純血主義を貫きながら、未だにラリーが一部からの降格が、レアル・マドリー、バルセロナと並んで、
ないというところが、まあ、本当に素晴らしいなと改めてね、思いましたけれども、まあ、そんな両チーム、戦術的な見どころも本当にたくさんありましたので、まずは両チームのスタメンから確認をしていきましょう。はい、まずは左ホームのラレアルですけれども、まあ、もうおなじみとなりました、中盤ひし形の 4-4-2、ゴールキーパーアレックス・レミーロ、ディフェンスライン右からアリツ・エルストンド、スベルディア・ルノルマン、ディエゴ・リコのバック4、ピボーテニス・ビメンディが入って、ブライス・メンデスが出場停止明けで戻ってきて、メリーノとのインテリオール、トップ下に37歳となりましたダビド・シルバ、久保とスルロットの2トップというような 4-4-2 の並びでした。一方のアトレティックですけれども、まあ、ベースの 4-3-3 から最近は 4-2-3-1 の、システムも多くなってますし、まあ、この日はラリアルにボールをね、持たれるというところの非保持を考えてもダニ・ガルシアとベスガのおそらくね少し強度が高く出せる、ドブレピボーテで組んできました、ゴールキーパーウナイシモン、ディフェンスラインはデマルコス、ビビアン、ジェライ、ユーリのバック4、ベスガとダニ・ガルシアのドブレピボーテにイニャキ・ウィリアムス、ニコ・ウィリアムスの、ウィリアムス兄弟の、サイド、トップ下にオイアン・サンセが入りグルセタトップというような並びでした。はい、まあ、立ち上がりから非常にインテンシーの高い、まあ、ダービーらしいバチバチ感満載の、まあ、面白い序盤の入りになりましたけれども、まあ、そのプレー強度の高さでいうと、やはり両チームが、まあ、ハイプレス、ハイラインでコンパクトの状態で、4局面回していくと、まあ、プラスそこにラリアルのプレス回避の、まあ、見事な中盤での、ワンタッチでのね、プレス回避前進のところもありましたので、本当に見応えしかないような、前半の攻防でしたけれども、まあ、個人的にはアトレティックのまあ、プレッシングの形が面白いなと思って見ていました。ポイントとしてはグルセタワントップなんですけれども、もうスビメンディをマンツーマンで捉えると、その分センターバックが浮いてくるんですけれども、まあ、レミーロがね、あまりまあ近くにつけずにこういうところから蹴ってくるので、アトレティック両ウィング、サイドアタッカーがもう外ギリギリで完全にセンターバックに行くと、まあ、こういうような、まあ、ワントップよりもサイドハーフの2人の方が、まあ、高い位置取りに、ね、こうポジションを上げてプレッシングをかけるという形でしたので、まあ、そこに対して当然ラリアルはゴールキーパーのアレックス・レミーロの、足元の配球を使ってきますので、まあ、こういうボールを、ね、蹴れますから、序盤から結構ディエゴ・リコに対してのボールが多くなってましたけども、まあ、そこに対しての処理の仕方は当然サイドバックのジャンプ縦スライドですので、まあ、そこをもうね、ここでボールが蹴ってきてここでデマルコスが、ね、ディエゴ・リコに対してバチンと当てるというような取りどころを作っている、まあ、アトレティックでしたので、まあ、序盤何本かそういうボールが出て、まあ、デマルコスが思い切って出ていくというような展開が局面がありましたし、まあ、ただそこで、レミーロもねかなり狙われていたので、まあ、簡単にここにはつけれないなということもあって、まあ、結構その分スルロットに対してデマルコスが上がりますので、まあ、ここのスペースにスルロットがちょっと流れて、まあ、ここでポイントを作るみたいな形もしてましたし、まあ、あとはさすがの戦術眼だなと思ったのが、まあ、逆にね、スルロットが何本かここで収められずに、まあ、チームとしてちょっと、ね、前線につけられない、起点作れないといった時に、まあ、メリーノがスルスルと逆にここに上がっていって、まあ、ここでね、高さを使ってフリックするみたいなこともやりましたので、まあ、こういうボールをメリーノが、まあ、インテリオールの選手が、まあ、足元で受けるんではなくて、まあ、ダイナミックに空いたスペースを、まあ、特にね、サイドバックが空けたスペースに入っていくみたいなところを、まあ、その局面を見ながら、メリーノなんかはポジションを、ね、しっかり取れるということで、まあ、そこは戦術眼の高さが、出たプレーじゃないかなと思って見てましたけれども、まあ、そういう状況ですので、まあ、前向きに、ね、アトレティックがどんどんプレスをかけてきて圧縮してきますから、まあ、こういう脇のスペースはどうしても空いてくると、まあ、そこでスルロットあるいは、久保が流れてのチャンスメイクと、まあ、やはり久保序盤からボールを収めるあるいはワンタッチでね落とす剥がすところはしっかりと、攻撃の起点つなぎとして機能してましたので、まあ、ちょっと序盤の切れ味からすると、まあ、久保ね最初のところで、ドリブルで、まあ、何人に囲まれてもどんどんグイグイ行ってましたけど、まあ、相当切れてるからこそコンディションがいいからこそああいうプレーができるんだろうなと思って見てましたし、まあ、自分の中でもなかなかね制御できないぐらいこの試合に向けたモチベーションやはり高かったんだとは思いますし、まあ、あとなんといっても彼の良さで言うと、まあ、ボールがないところでの、まあオフザボールの動きの質が攻守ともに、保持非保持ともに飛躍的に高まっているというところで、まあ、相手の、ね、ゴールキーパーに入ったところにどんどんやっぱり2度追い3度追い深追いしてのチェイシングの非保持の、プレッシング、まあ、あと攻撃に関しても今日はスルロット以上に久保が、まあ、相手ディフェンスラインの背後にどんどん裏抜けのアクションを入れていってましたので、まあ、それによって相手のディフェンスラインが下がる、まあ、そうするとシルバーのプレーエリアが確保できるということで、まあ、そこもねスペースメイクというところで、まあ、自分に出てこないことが分かっていてもあまり出てこないかなと思ってもどんどん何度も、再現性高く、裏抜けしていくスプリントしていく、まあ、そこで言うと相当この試合で言うと久保が多分、チームナンバーワンのスプリントじゃないかなというぐらいに、
スプリントはかけてましたので、まあ本当に久保のハードワークは頭が下がりますし、まあ、だからこそ得点やアシストといった目に見える数字、結果が出せなくても、このチームの中ではもう久保は絶対的な存在で、まあ、今のる監督から、絶対的な信頼評価をね、受けている選手だと思いますので、まあ、それが、ね、前節のアルメリア戦の後の、レビュー動画でも言いましたけれども、まあ、本当に減点法じゃなくて加点の中で、ね、このチームで評価されているので、まあ、久保は伸び伸びとプレーしながら、本当に楽しそうに躍動感ありますし、まあ、前線でこれだけ、動いてくれて、かき回してくれると、まあ、しかもかき回すだけじゃなくて、ボールがついた時には本当に相手をね、一人であれば簡単に剥がせますし、ね、しかもこの試合のように決定的な仕事もしてくれるということで、ちょっと今のね、このチームの中では久保、図抜けた存在に今、シルバと共になりつつあるなと思いますので、まあ本当に久保一人をね、見るだけでも、価値がある試合ですし、まあそれプラスラリアルというね、チームの流動性の高い、しかもね、あれだけのプレスを受けていても、ポンポンとね、ワンタッチでね、プレス回避していくテンポのいい、いいパス回しもぜひ皆さんには見てほしいので、まだ見てない方には、ぜひフルマッチで、振り返っていただきたいと思います。まあ、今週から再びコパデルレイの試合もね、ミッドウィークに入ってきますので、まあ、過密日程の中で今野監督もおそらくターンオーバーを使って、まあ、久保筆頭に、まあ、主力選手は休ませながら、週末のラリーがメインでやっていくと思いますけれども、ラリーがもう次節はラージョですし、まあ、その次はねレアルマドリードの対戦が控えてますので、久保にとってもねフルス対戦でまた燃えるものがあるでしょうから、レアルマドリー相手にまた何かやってくれるんじゃないかなと期待もね大いに抱かせるような、今日のこのバスクダービーでの久保の躍動、それからラリアルの素晴らしい内容、フットボールでの快勝でした。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ワサラプロクシマ。